こんにちは。428続きからやっていきたいと思います。1週間ぐらい空いちゃってごめんなさいね。前回、あっち編を12時台結構一気に読んじゃったんですけど、じゃあ12時から選択肢変えてやってみようか。センター街を走ってるとこですね。ひとみちゃんが、もうついてこなくていいですよって言ってきたところですね。前回 B を選んだけど、今回 A を選んでみましょう。それでもなんとか助けになりたいと思い、しつこく食い下がった。ま、普通はこっち選ぶよね。はい。困ってる人を助けたい。それじゃダメなのか。え？アチは真剣な眼差しで瞳を見据えた。かっこいい。あんまし役に立たねえ男だってのは自分でもよくわかってる。だけど、言いながらアチは辛そうな顔をする。やっぱダメだよな、俺なんかじゃ。アチはため息をついて頭を垂れた。うん。ここ野金ビルですよね。その時、裏路地が少し明るくなった。ここ変わんないか。はい。KOK の人たちと会ったところですね。で、からかわれてるっていうとこです。お猿さんみたいな。前回 A 選んでぶちかましたんだっけ？じゃあ今回は B。いや、しかしここはぐっと我慢だ。大人のあっち。無視していこうとすると、体のでかい男が胸ぐらを掴んできた。おぉ。別パターンですね。あんたが抜けてから、この街仕切ってきたのは、進むさんだ。いつまでもボスずらすんじゃねえよ。男はアチを壁に押し付ける。さっき壁ドンして、今度壁ドンされてんのか。それ、進むが言ってんのか？は？ボスずらすんなって進むが言ってるのか。アホか。今の進むさんがてめえのこと気にしてるわけねえだろ。あ、そう。お強い。アチは言うなり、顎にパンチをぶち込んだ。鈍い音がして男は地面に這いつくばる。痛そう。進むに言っとけ。みんなで仲良く渋谷を楽しめって。口調はひょうひょうとしていたが、眼光は獲物を狙うワシのように鋭かった。この辺変わんないね。オッケー。まあ、マイナーチェンジって感じか。はい。じゃあ、杖の男とばったり会って、また追っかけられてしまったって時に、フォークリフトをどうするかっていう。前回フォークリフトでガガガガガって男の人に突進したんだけど、今回段ボール箱を杖の男に投げつけたをやってみましょう。なんかバーニングハンマーの箱あったよね、この前。うりゃ！アチは段ボール箱を杖の男に投げつけた。結構重い。これならそれなりにダメージを与えられそうだ。てか死にそうだけどね、普通に。大丈夫かな、杖の男。顔面に段ボール箱が直撃し、さすがの杖の男もひるんだ。いや、死んじゃうって。もう一丁！いやー、殺人。さらに次々と段ボール箱を投げつける。ね、これでとどめ！これバッドエンドかな？うわ、すごい音する。最後の段ボール箱はしっかりと封がされていなかったようで、杖の男に当たった瞬間にたくさんの小瓶が散乱した。小瓶はばらまかれた衝撃で粉々になり、路上に赤い液体が広がった。あー、バーニングハンマーだ。杖の男が顔を押さえてうずくまった。痛そう。あれ、なんで？いくらなんでもそこまで威力があったとは思えない。そうかな？結構やばいと思うけどね、これ。杖の男の顔を見ると赤い液体がついている。あー、なるほど。どうやら小瓶に入っていた液体が顔にかかったようだ。だって唐辛子とかいっぱい入ってるだろうから、目に入ったら結構やばそうだよね。よし、今のうち！アチとひとみは杖の男を置き去りにした。やばそう。失明しそう。そっか、逃げ方が変わりましたね、ここで。どう変わるんだろう。狭い裏路地に二人の荒い呼吸が聞こえる。結局また同じようなところに逃げ込むことになった。アチは悔しくて歯ぎしりをした。うん。この歯ぎしりで後で実り川さんに飛べますね。悪いひとみ。突然謝られて、瞳は驚いた顔をする。この辺変わんないかな？じゃあ、まあ、全部マイナーチェンジだったみたいだから、まあ、後々他の主人公に関わってくるんだろうけど、じゃあジャンプしていきましょうか。
12時台の2つ目のジャンプを見てみましょう。ここも意味ないのかな、もしかして。はい、2つ目のティップは大沢さんだけど、ここも意味ないかな。あ、読めるようになってる。よかった、この続き読めそうですね。大沢さんは前回どうしてたかっていうと、田中さんにおトイレの中で何かを見せられたっていうところですね。これだけ聞くとなんかやばい展開だけど、そういうとこですね。見てください、これ。え？田中さん。液晶画面には思わぬものが表示されていた。なんだろう。瞳からのメールだ。そっか。大沢さんからしたら娘のメールってことだな。大声を出しそうになるのをこらえて、メールの内容を目で追った。男の人に追われています。拳銃を持っていて、私の命を狙っているようです。なんとか無事なので安心してください。家族や警察への接触は犯人から禁じられました。このメールの件は内密に願います。すごいね。なんかお父さんにメールする割にはすごいしっかりした文章だよね。まあ男の人っていうのは、杖を持った男ね。うん、そのままだな。瞳までってなっちゃうよね。身代金は犯人の手に渡ったじゃないか。誰が何のために瞳を。田中は小さく首を振る。わからないと言っているのだろう。警察はこのことを知っているのか。知ってるのならなぜ話さない。そこまで話して大沢は田中と顔を見合わせた。うん。トイレットペーパー。まさか、あのことと関係が。大沢の声が震えた。いや、たとえそうだとしても、ひとみさんを狙う理由はないはずです。確かにそうだが。もしかしてウイルスかな。大沢は激しく動揺してきた。一度落ち着いて犯人像を考えてみませんか。田中が冷静なのが大沢にとって救いだった。うん。わあ、すごいし、あ、これトイレ視点か、これ。なんでこんな視点あるのよ、すごいな。マリアさんの誘拐。身代金5000万円。そしてひとみさんが狙われる。田中の目が鋭くなる。なんかよく聞くと水の音聞こえんだけど。やめて、トイレの中にいたくないんだけど。もしかすると、これは所長に恨みを抱く人間の犯行ではないでしょうか。まあそうだよね。普通に考えたらそうだよね。恨み？そう言われてもまるでピンとこなかった。学生時代からウイルスの研究に没頭し、他人と深く関わることなく生きてきた。学生時代からか、そっかそっか。恨みを買うような知り合いはほとんどいない。研究所の所長になったことを妬まれるぐらいはあるかもしれないが、それにしたって所長になって何年も経つ。今更そんなことで娘を誘拐したりするだろうか。最近の出来事。帰国してから何か変わったことはありませんでしたか。帰国してからか。でも変わったことっつったら、ねえ、この前変なメール届いたからそれじゃないの、やっぱり。ドキリと心臓の鼓動が大きくなった。真っ先に米国の研究所からの誘いが頭に浮かんだ。あー、そっか、それもあるか。ヘッドハンティングね。米国の研究所に移れば、大越製薬には迷惑がかかる。そのことで恨まれる可能性はあるかもしれない。しかし、今の時点で遺跡の件を知っているのは妻の愛しかいない。でもさ、愛さんもめちゃくちゃ怪しいよね。この前なんか盗聴器持ってたしさ。ない。ないな。何もない。本当？遺跡については田中にも話しにくかった。うん。大事なパートナーを置き去りにするようで、なんとなく後ろめたい部分もあったからである。そっか。せめてもの罪滅ぼしではないが、うまく米国行きが決まった場合は、会社には田中を後任の所長として推薦するつもりでいた。ああ、なるほど。そっか、自分のポストを渡すことによって、これで許してくれみたいな。それでは私がいろいろと情報を集めてみます。犯人は家族や警察への接触を禁じている。うん。しかし、部外者の田中ならうまく立ち回ってくれるだろう。すまない。君に任せる。とりあえず、ひとみさんとメールでやり取りをしてみます。
なんかすり抜けたね、田中さんだったら大丈夫っていう。その時大沢は妙なことが気になった。瞳の携帯のメールアドレスをどうして田中は知っているのだろうか。なんかやっぱちょっとあるのかな、そういうなんか怪しげなことが。君はどうして瞳のメールアドレスを。大沢の問いかけに田中は困った顔をする。そのことについてはこの件が終わったら改めて。そう言うと田中はトイレから出て行った。なんかひとみちゃんもお世話になった的なこと言ってたもんな。まあなんか付き合うまではないにしても何かしらのことで相談とかしてたのかもしれないな。ずっぽんずっぽんやめて。やけに気になる言い方だった。まさか田中とひとみが付き合っている。いくらなんでもそれはないと思いたかった。二人の年齢はいくつ離れているというのだ。お、いくつでティップがありますね。田中守は40歳、瞳は19歳。年の差はほぼ倍。だからといってお付き合いしていけないわけではない。年の差カップルの方が結構うまくいくということもある。まあね、相手に甘えたい人は年上の方がいいよね。わかるわ。つまらない勘繰りをするのはやめて、大沢は再びトイレの詰まりを直し始めた。えらい大沢さん。トイレの詰まりのティップ。トイレ詰まりの原因は、紙などの流動物、または、うっかり落とした固形物によるものがほとんどだが、ごく稀に、やめてよ。ごく稀に、うんこが大きすぎて詰まってしまうから驚く。そうなの？ちなみに、うんこのうんは、トイレで気張った時の声のことで、こは、その設備語である。え、そうなの？以上、つまらないうんちくでした。かっこ、お食事中の方ごめんなさい。いや、ほんと、私からも申し訳ございませんでした。え、でもなんか、うんとこってそっから来てるんだ。え、じゃあさ、うんとさ、ちでもそうなの？ちも設備語なの？へえ、そうなんだ。面白。面白いうんちくでした。お、びっくりした。おや？え、ちょっと梶原さん、梶原がバケツを持って戻ってきた。すごいね、バナナかと思いきや手袋とタオルだった。ずいぶん手こずってますね。まるで大沢が詰まらせたかのような言いっぷりだ。梶原のおじさんほんといいキャラしてる。当たり前だ。こんなことやったことがないんだ。しかし普段はもっと難しい研究をなさっているんでしょう？私にしてみればトイレ修理の方がよっぽど難しい。そんなもんですかね。何をしに来たのか梶原は突っ立って見ている。私はウイルスのことなど全くわかりません。トイレ詰まりならすぐ直せるんですけどね。は？だったら君が直せばいいだろう。やはり梶原は人をイライラさせるプロのような。なんか人を怒らせる方法みたいな動画昔あったよな。いいんですか？私がやって。梶原さんはもう完全に大沢さんのうんこだと思ってんのか。でもそれでも入ってくるってすごいな、こいつ。いいに決まってるじゃないか。のんきに言う梶原に大沢はラバーカップを押し付けた。お。大沢さんのうんこがついたラバーカップだと思ってるかもしれない。トイレ修理を梶原に任せて、大沢は書斎に戻った。でも実際何が詰まってたんだろう。あ、また髪きあや聞いてるわ。CD をかけ、ソファーに体を預けて、大きなため息をつく。気分が妙にささくれ立っている。この曲さ、スタート画面でも流れてるよね。梶原という男に ペースを乱されっぱなしだった。なんだ？どうしたの？書斎のドアがゆっくりと開いた。黄色がテーマカラーなんですね。梶原です。勝手に開けないでくれ。すみません。トイレが治ったというご報告です。ああ、そう。どうでもよさそうに言った。プロを相手にしたらイライラするだけだ。あれ？随分とあっさりしてますね。え、てかなんでそんな濡れてんの？これ完全にトイレに手突っ込んだでしょ。なんかもっとお褒めの言葉はないんですか？よくやった梶原、二階級特進だ、みたいな。大沢は大きなため息をついた。君ね、
それでも刑事なのか。それはどういう意味で？不真面目にも程がある。もっとマシな刑事に担当を変えてもらいたい。いやー、梶原さんはきっと鋭いよこの人。お言葉ですが、通常私のような所轄の人間が被害者宅に詰めることはないんです。だから我ながら照れますが、それだけ私が優秀な刑事だということで。梶原は得意げに胸を張った。警察関係者だけが集まる SNS で最も活躍する刑事としてグランプリに輝きました。すごい。そんな SNS あるの？すごいね。ちょっと見てみましょう、ティップ。はい。ソーシャルネットワーキングサービスの略、人と人とのつながりをメインのコンテンツにしたネット上の集会所、梶原が属している警察関係者専用の SNS、ポクシーは、警察だけに取り締まりが厳しく、警察だけに取り締まりが厳しく、罵詈雑言、誹謗中傷、エッチな書き込み、つまらないジョークなどは瞬時に削除される。ああ、そういうことか。そっか、エッチな話できないのか。大沢の首が痙攣を始めた。プロのおかげでイライラは最高潮だ。それにこれは内緒なんですがね。実はこの夏、私をモデルにした刑事漫画も始まるんですよ。すごくないそれ。何？ティップ読んでみましょう。はい。警視庁の広報誌に月1回連載する予定。あ、月1なんだ。梶原自身が作画を手掛ける。え？待って、驚きの連続なんだけど。タイトルはすでに決まっていて、第1話、噂の刑事カジ、第2話、太陽に吠える火事、第3話、施設沿線火事、第4話、夜明けの火事、第5話、刑事火事役、第6話、スケバン火事、第7話、危ない火事、危ない火事よくないよ、第8話、はみ出し火事、第9話、踊る火事、宇宙刑事火事番以降続くとなっている。すごいね、全部パロディなんだねきっと。しかも作画自分なんだ。絵心あんのかな。ははは、漫画ね。イライラが突き抜けて空笑いになった。聞きたいですよね、ストーリー。聞きたくない。IT アットホーム刑事がパソコンを駆使して大活躍する話なんです。聞きたいでしょ。聞きたくない。私こう見えてもパソコンが得意で。梶原は大沢のパソコンに目をつけた。あ、ダメ。しかも濡れてるし、濡れたまんまマウスに触るなって感じ。やだやだやだ。スクリーンセーバーを解除してネットブラウザを立ち上げた。おい、勝手に触るな。静止したがすでに遅かった。これメール見られちゃうんじゃないの？あ、神木あや。パソコンのモニターに神木あやに特化した SNS サイト、あやネットが表示された。ファンクラブみたいな SNS かな。怒りで首が痙攣するせいで視点がうまく定まらない。ここの常連さんで？常連というか、なんというか、恥ずかしくて顔が赤くなった。いろいろありますけど、メインの居場所はどこで？私が行くのは40歳以上のファンのコミュニティだけだ。ほほー。梶原が興味津々といった面持ちでモニターを覗き込む。こんなプライバシーまで覗かれて、なんだか最大級の屈辱を受けている気分だった。うん、いや受けてるよ。怒っていいよ。わかった、梶原さんは優秀だ、すごい、見直した。だからもう部屋から出て行ってくれ。大沢は梶原を書斎から追い出そうとした。 B、 頼むから私を一人にしてくれ。大沢は書斎から出て行こうとした。じゃあ普通に追い出してみるか。もう部屋から出て行ってくれ。大沢は梶原を書斎から追い出そうとした。わかりました、わかりました、出て行きますって。でもその前に、なんだろう。梶原はポケットに手を突っ込んだ。バナナなんか欲しくない。いやいや、これは大沢さんにとって大切なものだと思いますが。なんかもうバナナ恐怖症みたいになってんな。何？ポケットから出てきたのはビニール袋だった。中に何か紙切れが入っている。それは？トイレが詰まった原因です。やっぱり。梶原さんは絶対何かこういうの掴み取ると思ってたわ。大沢は恐る恐るビニール袋を受け取った。なんだろうこれ、チケット？これは。
登場者の名前は大沢健二です。ビニール袋に入っていたのはアメリカ行きの航空券だった。来週末に渡米するために用意しておいたものである。机の中にしまっておいたはずが、どうしてトイレに流されていたのだろう。誰かが勝手にってこと？大事なものじゃないですか？トイレに流してしまうなんて不注意ですよ。梶原は意味深な笑みを浮かべた。もっとも、誰かに流されたのなら話は別ですが。誰が流したんだこれ。大沢は思わず言葉を失った。誰かが航空券をトイレに捨てたのは疑いようもなかった。もうみんなあの人でしょっていうのがあると思うんだけど。まあいいか。あ、早速愛の部屋をノックしたが返事はない。まだ外出から戻ってきていないようだ。何気なく愛の部屋に入った。どんな部屋なんだろう。おー、すごい、なんかラグジュアリーですね。ホテルみたい。白で統一された部屋にはきつい香水の匂いが漂っている。愛のずさんな性格を表すように、部屋のそこら中に服が脱ぎ散らかしてあった。結婚以来こんな感じなので、特に気になったりはしなかった。うん。おそらくトイレに航空券を流したのは愛なのだろう。アメリカに行かせたくない気持ちもわかるが、どうせならもう少しマシな場所に捨ててほしかった。まあね、梶原さんが取ってくれたとはいえ。おかげで意味のないトイレを修理する羽目になった。でもトイレに流しても詰まるって分かりそうだけどね。ブランドの服だらけのベッドに腰を下ろすと、足元で妙なものを見つけた。てかさ、まあ超余計なお世話かもしんないけど、別室なんだね。一緒に寝ないんだねって思った。それは金色のライターだった。いつから愛はタバコを吸うようになったんだろうか。 M って書いてない？愛さんなのに M って書いてあるのが気になる。大沢はライターを拾い上げると、ベッドの脇の棚に置いた。イニシャル M って書いてあるぞ。部屋を出ようとした時、本棚にスクラップブックがあるのに気づいた。ん？本棚はファッション雑誌ばかりなので、スクラップブックは特に目を引いた。モテる女は小技が冴える。すごいな。なんとなく気になって本棚から取り出した。スクラップブックには大沢の研究成果や会社の業績に関する記事がまとめられていた。うん。懐かしさを覚えながら次々とページをめくっていくと、田中を副所長に迎えた時の社内報まであった。就任パーティーで大沢と田中が握手している写真が載っている。待って待って待って、今気づいたけどさ、 M ってなんか田中守さんの、ま、M だったりしない？え、関係ない？考えすぎ？田中さんと愛さんがつながってたりとかしない？やばいな、ちょっといろいろ読んじゃうな。些細なものまで集めているようで、なんとなく気恥ずかしさを感じる。俺を愛してるからって思ってんのか、大沢さんは。さらにページをめくっていると、雑誌記事の束が挟まっていた。これだけなぜか切り抜かれていない。うん。記事を広げてみて納得した。あー、政略結婚を仕組まではならない大越製薬の台所事情。愛なき結婚、実の娘を人心供物に。愛と結婚した直後、噂の大将という雑誌に好き放題書かれたことがある。あ、噂の大将。掲載当時は頭にきて読もうとも思わなかった。初めて記事にちゃんと目を通したが、内容は想像の範疇を超えていなかった。会社重役が娘を人心、これ読めないんだけど、悟空？待って、これなんて読むんだろう。人心、あ、これ瞳悟空って読むんだね。瞳悟空。なんか愛なき結婚とか瞳悟空とかさ、全部家族の名前入ってんだね。すごいね、なんか。シャレが効いちゃってるわ。会社重役が娘を、瞳悟空にして、研究者の流出を引き止めた。ティップ読んでみましょう。瞳悟空。
何かの利益のために個人を犠牲にすること、簡単に言えば生贄。うん、あ、牧野さんか、そっかそっか、重役だから牧野さんか、そっか、つまり牧野が結婚相手として愛を大沢に差し出したというのだ。そういうことね。ごめん、やっと理解した。そういうことか。結婚相手の交際事情には様々な噂も。さらに愛には結婚前に付き合っている男がいたとも書かれている。ふう、幼稚でバカバカしい内容だと思った。結婚に多かれ少なかれ打算がつきまとうのは当たり前のことだ。どんな理由があったとしても愛が妻であるという事実に変わりはない。小さなため息をつきながらスクラップブックを本棚へと戻した。怪しいなぁ。これ愛さんと田中さんの関係を匂わせてるよね。書斎に戻るとすぐに CD ラックへと向かった。神木彩の明日のためにフォーエバーモアーというアルバムを探した。好きだね。このアルバムはエキセントリックなナンバーが多く収録されている。情緒が不安定になっている時こそあえて聞きたいアルバムだった。もともと大沢は音楽に全く興味がなかった。娘たちへの誕生日プレゼントとしてその時一番流行っていた CD を買った。それが神木彩のアルバムだった。いいな、なんか娘のために頑張ってる大沢さん素敵だわ。瞳は喜んで受け取ってくれたが、マリアは気に入らなかったようだ。うん。次の日、書斎の机の上に突っ返してあった。そんなことしたら、パパ泣いちゃうよ。捨ててしまうのももったいないので、大沢は CD をパソコンで聞いてみた。激しいビートに乗ってキーの高い、艶やかなボーカルがシャウトする。神木彩は、詩も自分で書いていて、10代の少女の気持ちを繊細に表現していた。自分でも信じられなかった。一曲目を聴いただけで心をわしづかみにされていた。その日のうちに全てのアルバムを買い揃えたものである。すごいね、運命だったんだ、大沢さんにとって。あれ？思わず声に出した。CD ラックにあるはずの明日のためにがない。え？どうして？どうしてないのだ？髪の毛をかきむしりそうになった時にふと気づいた。研究所だ。仕事の休憩中に聞こうと思って明日のためには研究所に持って行ってしまったのだ。あらー。くそ！くそ！くそ！聞けないと思うと余計に聞きたくなる。買いに行くのは状況から考えて不可能だ。買いに行くっていう選択肢が出るのがすごいわ。こうなると瞳にプレゼントしたものを借りるしかない。瞳ちゃんの部屋に行くの？いても立ってもいられず、大沢は瞳の部屋に入った。なんかあれだね。大沢さんは瞳ちゃんとは割と良好な仲を築いてるけど、マリアさんはちょっとって感じなのかな。ちょっと隙間があるみたいな感じなのかな。すぐにベッドの脇にある CD ラックの中を漁った。なんだかこそ泥になったような気分だった。ひとみちゃんの部屋可愛いですね、なんか。田中に見せてもらったメールでは、ひとみも何者かに命を狙われているようだ。そんな事態に不謹慎なことをしているとは思いつつも、とにかく目当てのアルバムを探さないと我慢できなかった。ところが、ラックの中に神木彩のアルバムは一枚もない。うん。あれ？すべての CD を引っ張り出したが、入っていたのはクラシックばかりだった。あ、そうなんだ。ひとみちゃんクラシック好きなのね。がっくりと肩を落とすしかなかった。おそらく部屋のどこかにしまってしまったのだろう。でも怪しいなぁ。なんでないんだろう。慌てて懐から携帯電話を取り出した。液晶画面には牧野と表示されている。今家の前だ。電話に出ると牧野はたった一言だけ告げた。うん。急いで CD ラックを片付け始めた。牧野さんに会うのね。随分引っ張ったけど、頭の中は牧野を追求する言葉で溢れていた。倫理的な問題に含む規定違反。自分の研究を汚されたようで許せなかった。うん。勝手に治験をやったんじゃないかっていう話ですね。しかし、瞳の部屋を出ようとした瞬間、大沢はふと我に返った。
牧野の臨床試験を責める資格が自分にあるのだろうか。というと、ドアノブを握っていた手が急に汗ばむ。いや、ない。あるわけがない。すでに同罪ではないか。あ、映像だ！このことは、私たちだけの秘密だ。うわぁ！大丈夫。動物実験はクリアしている。うわぁ、怪しい。すでに大沢も抗ウイルス剤の人体投与を行っていた。え、あ、そうだっけ？人体投与。そうするしか、なかったんだ。そっか、同罪か。誰かに言うわけでもなくつぶやくと、大沢は玄関へと向かった。大沢さん！いや、なんか、闇の深い話になってきましたね。すっげーワクワクする。おー！何これ、めっちゃ気になる！おもしれー！じゃあ、あっち編に戻って、三つ目のジャンプで緑川さんに飛びましょう。緑川さんは、12時40分でキープアウトしてるから、読めるかな？読めそうな気がする。うん。